新年明けましておめでとうございます。今年もセンターテイルのハイドロポンプチャンネルをよろしくお願いします。ちょっとね、もうお休みなんで頭ごっそもさんで申し訳ないんですけど、はい、早速ですが、商品開封やっていきたいと思います。はい、こちらが株式会社 JCT から発売されている炭せんべいとなります。でこのパッケージがね、亀の絵が描いてあってね、これ可愛いですね。色もね、なんかちょっと和風っぽいようないい色合いの紺になってまして、すごい可愛らしいパッケージだよね。ぬめり、匂い、濁り、水質改善用木炭、炭で水をきれいに、亀の誤飲を防ぐせんべい型木炭炭せんべい、あなたの大切な亀のために健やかな水環境を保つ水生生物用の木炭です。効能、濁りを抑え水換え頻度が少なくなる、水槽内の匂いやぬめりが出にくい。ご使用方法、水換え時ろ過器と併用の上、水50リットル以下に対して本商品を1個投入してくださいということなんで、ろ過しながらの状態だと水50リットルに対して1個入れておけばいいということですね。交換時期は1ヶ月程度で交換をおすすめしますとのことです。注意としまして、亀が木炭に挟まると身動きが取れなくなる恐れがあります。水量にご注意くださいってことなんで、まあちょっとまだ中開けてないんで大きさは分かりませんが、小さい亀とかだとね、挟まる可能性があったりするのかもしれないです。使用量はあくまで目安です。水量に合わせてご使用ください。亀が食べようとすることがあります。発見時に速やかに設置場所の変更、またはろ過機内で使用してください。え、そうなのこの炭を亀が食べちゃうってこと？それはまずいよね。まあ何でも食べようとする亀ありますけど、どうなんだろうね。できればこう食べないような工夫をしてほしいところですけど、誤飲の恐れがありますので割っての使用はお気をつけてください。まあこのサイズ感がね、こう食べられちゃうようなサイズにはなってないはずなんで、まあちょっとね、その辺は様子を見て、もし食べちゃいそうな、噛んだりしてね、食べるような子がいるんであればちょっと気をつけた方がいいかもしれないです。本製品を使用して生体に異常が見られた場合は直ちに使用を中止してください。漁業薬などと併用すると薬の効果が正常得られない可能性があります。薬品との併用はしないでください。そう、炭系はね、あの吸着力があるんで、こう漁業薬の薬の成分も吸着しちゃったりするんですね。本製品は木炭であるため、火器の近くや高温になる場所には置かないでください。本製品は水生生物用の水質改善剤です。目的以外の用途には使用しないでください。幼児の手のやつが高いので、開封時、炭の粉が舞うことがあります。はい。それでは、早速開封してみましょう。パッケージは、こんな感じでね、なんか、ポテトの入れ物みたいな感じで、開きますね。さあ、どんなものか。はい。こちらが炭せんべいになります。ちょっと、開けてね、こうちょっと触った瞬間にこれ絶対汚れるやつだなと思ったんで、ちょっと下にトレイを用意しました。はい、こんな感じになってます。で、ちょっと早速なんですけど、こうやって触ると手がねこう黒くなるんで、まあよく洗ってから使った方がいいんじゃないかと思います。見た目はまあ本当にただの木炭っていう感じではい、まあ本当にね、せんべいくらいの大きさですね。手の大きさと比較するとこんな感じで、まあ、本当に手のひらくらいの、手のひらに乗るくらいの、サイズのせんべいになっています。せんべいになっていますじゃないか。で、さっきね、説明書きに亀が挟まって身動きが取れなくなりますとかって書いてあったんですけど、まあそんなに心配することはないのかなと思います。というのも、まあ本当にただの四角い形で、どこかがねこうへこんでて、そこに亀が挟まっちゃうような形ではないので、まあ、これで亀が挟まるっていうと、まあこう水槽に置いた時に、まあ何らかの理由でこの下にね亀が入っちゃったりして、まあだとしても出てこれないってことはないと思うんで、よっぽど難しいレイアウトにしない限り亀が挟まって出てこれないとかって、まあそういった心配はないんじゃないかなと思います。そしてね、何より軽いんで、いくらでも持ち上げることもできると思います。 17.5g です。まあ本当にね、持った感じ何の重さも感じないくらいめちゃめちゃ軽いです。本当にこれ水沈むかな。洗ってみようと思います。あ、もうね、もうこうなると思ってたんですけど、まあだいぶ黒い水が出てきます。あ、でももう黒い水出なくなったかな。あー、でこうやってね、ちょっとこう擦りながら今洗ったんですけど、ちょっと破片が軽く落ちましたね。なんで
細かい破片とかは多少落としちゃった方がいいのかもしれないです。まあこんくらい洗えばいいんじゃないでしょうか。黒い水がねもう出なくなりました。まあ本当すぐでしたね。で今回この炭せんべいはこちらの草亀と日本石亀が入ったこの水槽に入れていきたいと思います。90センチ水槽で水替えから2日目か3日目かどっちだったかな、まあ、それくらいの水槽です。でろ過器はねいつもの麦茶フィルターを使ってます。現在の水質を確認して炭せんべいを入れてで翌日どうなるかっていうところを見ていきたいと思います。はい、ということで現在の水質がアンモニウムは0、 pH が7、硝酸塩も0、硝酸塩が 10mg/L っていうところですね。まあ見ての通り水替えから2、3日どっち 2日かな、多分水替えから3日経ってるんですけど、まあ水の状態としてはまあ一切問題ないというかほぼ完璧に近いですね。いわゆる水槽内で毒性を発生するアンモニアや硝酸塩は0で、硝酸塩もまだ全然大丈夫っていうところです。まあ麦茶フィルター使い始めてからねもうほんとこんな感じで非常に安定しています。ただね水質的には一切問題ないんですけど、まあ水槽内にぬめりとか、だいたいこの陸地のあたりとかはねこうちょっとぬめりがあったりするんで、まあそういったものがもし取れたらいいなっていうところと、あと匂いに関してもまあほぼほぼ臭いっていうことはないんですけど、まあもしより匂いがなくなるんであればいいかなと思ってます。それではこちらの炭せんべいを入れていきたいと思います。こんな感じで、あれこの辺に置いてね、陸地がより登りやすいように足場になったらいいなと思ってるんですけどえ浮いていきますあのね沈む気配すらないですね。もうこんな感じでピョーンってもうねピョーンですね。これ亀が挟まったりしないように注意してくださいとか書いてありましたけど、挟む挟まらないじゃないじゃんだって浮くんだもん、水面に浮いてるだけなの。これどうやって挟まんのよ亀。今こんな感じでね、水槽に入れたんですけど、まあめちゃめちゃ浮いてまして、で、この水に入ってる面積がねそもそも本当に下一面だけで、こういった横とかもね、もうほとんど沈んでないんで、まあぶっちゃけこれだと本当一面だけの効果しかないんだと思います。というかその面自体も効果があるのか怪しいんですけど、まあこんな感じでもう沈まないです。もうプカプカしてます。これはどうだ、まあちょっと一旦これで1日待ちたいと思います。ちょっと不穏な空気が不穏な空気がブラックセンターテールが出てきてしまうかもしれない。これはということで1日が経ちました。炭せんべいはですねフィルターの奥の方に、水流に流されてですね、あそこが定位置になってるみたいです。で相変わらずね、あれが沈んだりっていう様子もなく、あんな感じでずっとプカプカ浮いてますね。まあなんでね、沈まないです。さらになんですが、このフィルターの周辺にですねちょっと黒くてポチポチしてるのがあるのが分かりますかね。こう黒ごまみたいな、これ炭のカスなんですよ。亀がかじったってことはなかったんですけど、まあそれでもねなんか自然とポロポロとこうカスが出てきて、こんな感じで水槽の底の方に溜まってしまっています。そしてこの反対側のこっちの方にもですね、ちょっと分かりにくいんですが、こういうのとか、これが炭せんべいのカスなんですけど、こういった炭せんべいのカスがねちょいちょい出ています。で一応ね1日経った後の水質もこうして測ってみたんですが、まあ、特に変わりはないですね。アンモニウムが0、 pH も変わらず7、硝酸塩も0、硝酸塩も 10mg/L くらい、TDS は昨日からちょっと上がって212、まあこれはねご飯とかあげてるんでその分上がったんだと思います。ということでね、新年一発目はねこの亀専用の炭っていう炭せんべいを開封してみたんですが、まあ使わないですねでこの炭せんべいの特徴としてはぬめり、匂い、濁りを抑えるっていうことだったんですけど、
まあそれがどうだったかっていうとですね、でぬめりっていうところで言うとね、まあ今くらいの水質が維持できてれば、まあ、そもそもそんな亀ぬめぬめになんないんですよね。ある程度水質が維持できてれば、こうアンモニアの、ね、汚れが溜まってこうぬめったりっていうこともまあないので、まあね、ちゃんとろ過が回ってれば、まあ、ぬめりをそんなに気にする必要はないんじゃないかなと、まあ、そもそも論で思ったりします。そして匂いで言うと、うんうん、臭くないんですよね。まあこれもね、そもそもある程度ちゃんと水質が維持できれば臭くならないというかちょっとね、そもそものところが多くて申し訳ないんですけど、まあ特に臭いってことはないです。そして水の透明度なんですが、まあこれもね、上がったかっていうと、うん、まあ上がってないっすね。で見てもらうとね、こう透き通るような透明じゃないですよね今。でこれはまあだいたいね、水替えしてから3、4日ぐらい経ってくると、まあこんな感じでちょっと黄ばみ始めます、水が、水替えした時に比べて。でもしね、これが本当に透き通るような透明になるんだったら、まあ透明度上がったって言えるんですけど、まあ変化はないですと。はい、ということで、ここまでこの炭せんべいを開封してその効果について見てきたんですが、まあちょっとここまで僕の話を聞き、あの話し方とかをまあ聞いてもらったら分かるかと思うんですけど、まあちょっとね、マジでダメです。これはダメ、本当にダメ。何がダメかっていうと、一番は値段が高い。これ2550円するんですよ。2550円ですよすいません、興奮しちゃってますけど、2550円であのサイズの炭が1個入ってるだけで、交換時期もね1ヶ月程度で交換ということで、1ヶ月で2550円払って、どんな効果があるかっていうと、いまいち実感できないと。これはね、ちょっとダメです。まあ、亀のねパッケージが書いてあって、まあ、なかなかないんですよ亀用品って。まあ、その中でね、もう亀を意識して出してくれたっていうところで、もうなかなかいいじゃないと思ってたんですけど、ちょっとこれはダメです。そしてダメになってる、まあ一番の原因っていうのが、このね、浮くところ。もう、ぷかぷか。沈まないです。こういう風にね、ずっともう浮いてるだけです。もう炭っていうのは、こう、吸着力があるもので、まあそういった面で、露材として使われたりするんですけど、もうこれだと片面側しかね、まず効果がない。炭に当たった水の汚れ成分、まあ、匂いだったり、ぬめりとかっていうもののね、そういった汚れの成分をこの炭が吸着するんだけど、これじゃあもう半分しか効果が出ない状態。もうまずこの時点でちょっとダメで、あとこれがもし沈むんだったら、なんか物理的な足場とかに使えたり、まあ、小亀だったらね、これ足場にして、陸地に登りやすいようにしてあげるとか、まあそういった用途もあるんだけど、もうこんな浮いてたら何にもならないし、ただ邪魔なだけ。だから沈まないことがちょっとダメですね。あとさらに言うと、細かいカスが出ます。まあさっき見てもらいましたけど、こう細かいね、カスが出ます。で、今、日本石亀のアワビがここにいて、今炭のことをちょっとね見てましたけど、まあ食べるってことはそうそうないと思います。でそういった細かいね、こう炭のカスとかがポンプに吸い込まれると、もうポンプのインペラーにダメージ加わるんですよ。まあ、それでインペラーが摩耗して、どんどんポンプの交換時期が早くなっていくと。なんでもうこういった細かいカスが出ちゃうようなのはもうアウトですね。でそもそもね、こういった吸着ろ過とかっていうんですけど、こういった活性炭であったり、まあ、ゼオライトのアンモニアを吸着する効果とか、そういうの吸着ろ過って言うんですけど、まあ、こういう炭ってね、何を吸着するかって明確じゃないんですよ。ゼオライトは結構目的を持ってアンモニアを狙って吸着してくれたりするんで、まあ、非常に用途として、明確な目的を持って使えるんですけど、炭はもうとりあえず入れとけばいいっていうようなね、感じなんですよ。で何を吸着してるかはよくわかんないけど、なんとなく水がきれいになるみたいなだから明確な目的がなく、とりあえず入れておくのが炭なんですよね。だからろ過ボーイのマットの中にも炭が入ってたり、水作のカートリッジもね、炭が入ってるのが一般的で、まあそういったところの説明書きにも、まあ、吸着ろ過、汚れや匂いを吸着としか書いてなかったりするんで、まあ本当そういったね、ところで使われるんですけど、だからそもそもこういった亀のね飼育ってもう完成頻度が高いじゃないですか。もうバンバンこの水槽だったらね、まあ週2回は完成するんで、まあそもそも汚れや匂いであったりっていうのはもう水替えで取り除いた方がいいです。
でこういった炭で、何とかしようっていうのは、まあ、そもそもあっという間に炭の限界量を超えるんで、まあ、特に意味がないと。でもしちゃんと使いたいんだったらろ過装とかに入れたらいいと思います。でろ過装に入れるにしてもこいつは浮いちゃうんで、まあ、なんか、炉材の下にもう入れておくとかね、こういう風にスッとねまあそんくらいじゃないと使いようがないかなっていう感じです。で僕としてはこれが沈むんであればね、まあなんか使いようはあったと思うんですよ。まあ足場になるし、まあろ過装にポンと入れておいてもいいしね、沈むんだったら。ただね、もう沈まないっていう時点で、まあちょっと今回残念でしたね。そして値段が高い。ちょっと新年早々ねはい、あんまり良くないブラックセンターテールが出てきてしまいましたが、まあ炭だけにっていうかはい、という感じで今回は炭せんべい開封していきました。はい、ということで今回は炭せんべいという、亀向けの炭を開封していきました。いかがでしたでしょうか。まあちょっとなかなか、実用的ではないかなと、思います。値段が高すぎるんでちょっとはい、どうかと思います。でね、まあ今年は、商品開封をねガンガンやっていきたいと思ってまして、で去年ね、なかなか商品開封進まなかったというか、あんまりできなかったなと思ってまして、っていうのもね、うちの水槽たちが全体的に結構安定しちゃったんですよねいいことなんだけどね。でまあ、本当はもっといろんな商品を試してね、ゴールに行き着くみたいな、ことになるだろうと思ってたんですけど、まあある程度安定してきちゃったもんで、まあ、商品開封はそこそこに、まあろ過の仕組みだとかそういった話が多かったかなと思います。でまあね、今現状で言うと、今使ってる炉材とかがね結構限界が近くなってきたんで、どんどん新しい炉材も試していきたいなと思っていたり、まあそういったことを、どんどん商品開封でやっていきたいなと思っています。ということで、改めましてですが、今年もセンターテールのハイドロポンプチャンネルをよろしくお願いします。それではここまでご視聴ありがとうございました。皆さんも良いカメライフを。それではさようなら。